また元気が出るように願って、じゃあ最後の曲です。前を向いて歩こう。親友だと思ってたのに、私のことなんか分かってくれてね、お父さんもお母さんも分かってくれ、私なんか生まれてこればよかったね。なんかそういうの思う時なかった？あんまりない。それは分かんないですね。でもまあそう思いたくなるお年頃の時もあるかもしれないですけどね。よくよく考えたら、お父さんもさ、うち帰ると神さんうるせえんだよって、うるせえんだよって帰って、神さんがいなかったら喧嘩もできないんだからね。喧嘩する相手も愚痴を言うやつも、ね、みんなでワイワイ言って寄ってたかって責めるやつも、何にしても一人じゃ本当に一人ぼっちだったら何もできないよ。いいことだけじゃなくてね。だから私はそう思って、そのたんび真面目にやったら書類が汚れちゃったんです。である時ね、そんな話をしてたらね、ライブ終わったらね、さっき話したけど、あるおばあさんがね、占いのおばあさんがいて、あなた干支は何って言うから、って言いながら、うさぎですって言ったら、そのおばあさんが残念そうに、ああって言うから、何その失礼な言い方、何うさぎじゃ悪いのって言ったら、あなた一人じゃいらんなかったでしょってね、もうピンポーンなんて喜んでうさぎはね、ほら寂しがり屋のらしいよ、ね、動物だから。そう一匹じゃダメなんですよ。でもね、やっと俺もね、60過ぎてやっと学習した。1曲目のね、学習能力のないやつの歌、あれも好きなんですけど、いくらなんでもね、60過ぎたら学習したんや。それで今一人でいるの。
一人でいるの。変わっちゃいましたね。今日は一緒だったよね。まあいいや、まだ終わってないところ。まだ前を向いて歩こう。最後の曲なのに何喋ってんだよ。ということで今日は本当にありがとうございましたね。ですから皆さんもね、愛する人も喧嘩する人もそれがいてみんなでやってる。特に音楽なんかそうですよ。一人でももちろんやることはできるけど、お客さんいなかったらね、壁に向かってねやってるのと一緒ですからね、それは持ちつ持たれつで、みんな仲良く暮らせればいいなという意味も含めながら、思い出す。愛した人。うさぎ年だからおかげさまで。一人ぼっちはなかったな。バンダイバンダイバンダイ会津バンダイさん、あ、ね、会津若松マギの夜、yeah! ありがとうございます。やっぱりマイクにしとくもんだね。